頭数12頭です。12頭の枠入りが終わります。係員離れました。スタートしました。マイウェイホーラーポーントコースタートを切りましたが、すぐさま一線となります。テイエムオペラオ、そしてヤマニンプレンティ、テイエムオペラオ、そしてマイウェイホーラー2頭の先行争いに、内からはラハイナルナ加わっていきました。ラハイナルナ、そして東方フェリシア、3番手にテイエムオペラオが控えました。4番手にマイウェイホーラーです。あとは一馬身差追走サッカーエース、外からはトーシドアンドレス接近して、あとヤマニンプレンティで一馬身差クラシックステージ、あとは3馬身差でマイネルマイスター、あとは3馬身差マルブツミラーと、そして外稲妻鳳凰、最後方追走はマイネルパラダイスです。各馬第3コーナーに向かっていきます。先頭はラハイナルナ、リード1馬身ぐらいです。東方フェリシア、そしてテイムオペラを3番手、4番手東証アンドレ、しかし4頭差がなく固まりました。3コーナーのカーブ、あとはサッカーエースヤマニンプレンティ800を通過、あとはマイエーホーラーちょっと遅れ加減です。1馬身差クラシックステージ、あとは3馬身4馬身とち入れてマイネルマイスター、そしてマルブツミラーの体勢です。まもなく前は3、4コーナーの中間地点600標識を通過。ラハイナルナに今度はテイムオペラを東証アンドレ3番手、ちょっと東方フェリシア4番手に交代、変わってヤマニンプレンティ接近、あるいはクラシックステージが現在高位4、5番手、まもなく第4コーナーのカーブ400を通過、前はテイムオペラを、内ラハイナルナ食い下がっている、外から一気にクラシックステージ、今度はクラシックステージ先頭に変わった、内で頑張っているテイムオペラを、あとは3番手ヤマニンプレンティ、追い込んでくるマルブツビダー、あるいはサッカーエース突き放したクラシックステージ200を通過、あとはテイムオペラを単独2番手、追ってくるのはマルブツビダー現在3番手、しかし前はクラシックステージリード5馬身圧勝で5輪、2番手はどうやらテイムオペラを。